はい、どうもこんにちは。どうぞよろしくおこんに願いちしまは。よろしす。くお願おいし願いしまます。す。ではですね、改めまして自己紹介と、なんかかっこいいポージングを決めてください。では、まず、愛ちゃんの方からお願いします。はい、中本コーチです。嘘。誰？誰？中本浩二に似てるって言われてん、このメガネかけてたら。ああ、でも滑ったからもうすぐやめて。はい。日本一の車椅子コーチ、愛ちゃんです。はい、よありがろしくおとうござ願いいします。はい。ます。ポージング？ポージング？はい。また可愛らしい感じで、こう、茶を濁そうとしてるから、もう一回は、テイク2お願いします。はい。ああ、ありがとうございます。はい、今写真撮ってくださいね、誰かね。はい。今やで、今やで。今やで、はい。今やで。はい。今やはい、で。撮ってくれました。はい、ありがとうございはまーい。す。はい。では、クライアントの、ヒグさん、自己紹介お願いします。どういう自己紹介がいいですかね。エンタメでお願いします。エンエンタタメメでおで、願いします。言える楽しい範囲ことで、だ言えるけ範囲考で。えて、楽しく生きたいと思ってます。樋口です。真面目か。真面目ですよ、僕。あ、そう。じ ゃあ、それはい。で、じゃあ、それいいで、今わ。日は真面目でいきますんで、はい。はい。今日はね。はい、わかり今ました。日は、はい。はい。はい、ありがとうございます。ではですね、今から15分、愛ちゃんに、お渡ししますので、どうぞコーチングセッションよろしくお願いします。はい。ほな、行きましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ、15分って決まってるんですけども、はい。今日はどんな風に時間使っていきましょうか。そう、僕もいろいろ考えてたんですけど、皆さんのうん。話を聞いてたのもあって、これでいいほのかなって思ったけど、これで活かしてもう。ほう。らいます。何その笑顔。いやいやわ。はいい。やいや、ちょっと難しかった。ごめんなさいね。まあ、はい、人どう間っぞ。て生きてたら、まあ、いろんな人に期待したりとかってするじゃないですか。期待するね。まあ、それが、まあ、家族であったり、恋人であったり、友人であったりとかって、ちょっと期待しながら生きてる部分ってあって、なんか、それを、何ですかね、期待しすぎる、しやんとこうって思う部分と、してしまって、あ、って残念に思って、ちょっと何て言うんですかね、ちょっと気分的に落ち込んだりっていうのがここ最近多かったんで、まあその話をしようかなと思って。他のちょうだい。他の そうですうん。ね、他何かな、最近あったこととかで。何言ってましたっけ、僕。知らん。最近なんか 知らん。知らん。そうですね。まあでもその人付き合いの部分で落ち込んでいることの方がやっぱり多くて、せやね。なんですよね。まあ別にそう期待してどうこうとかじゃなくても、人と関わっていく上で、価値観ってあるじゃないですか。価値観まあ、ね。時間に関しての価値観であったりとか、お金に関しての価値観であったりとか、まあそれって人それぞれであって、なんかそこの違いが、大きすぎたときに、こう、なんていうんですかね、折り合いをつかすじゃないですけど、まあ、とかすんや。そこに対して、その人に対して理解を深めていって、理解していくしかないとは思うんですけど、なんかそういうところに関して、どう折り合いをつけたらいいんやろうなっていうこととかもあったり、だからその人を認めるっていうことが一番かもしれないですけど、あ、そういうところで、思うことが多いですかね。じゃあ人に期待しての話と、人との価値観の折り合いの話？まあ、多分似てると思うんですけど、なんかそういうところは結構考えますかね。じゃあ、改めて聞きますけど、この時間どうやっはい。て使っていきましょこの時間どうやって使う？う？まあ、この話自体を、まあ、他の人とすることってほとんどなくて。なくて。だから、こういう機会やから、直接意見を何かこう、もらえたりとか、自分自身違う答えとかね、何かが出たらいいかなと思ってま意見あげないよ。はい、わかりました。はい。じゃあ、頭にあるやつ、もっとちょうだい。頭の中にあるもの。
まあ、時間で言えば。時間、うん。うん。すごく時間にルーズな人との関わり方とか、うん、まあ、極力、その人が遅く来ることを見越して、自分はまあ動くんですよ。別に、うん、なんていうんですかね。その人が遅れてきても自分が困らへんような集合場所にしたりとか。うんうん。から、なんていうんですかね。うん、遅れることありきで動くみたいな、うん、ルーズイコール遅れるってこと、うん、僕の中ではそうです、へー、うん、じゃあ2時間ぐらい早く来るのはルーズじゃないんや。ああ、僕どっちかといったらそっちタイプなんで。あ、そっちタイプ。この時間を守る動向のところの基準で考えてます。うん、なんか僕が遅れるのいらんから1時間前に時間そこで潰してとかっていうのは別に苦にならないんですけど、人を待たせるっていうこととかに関しては結構、うん、なんていうんですかね、遅れそうやったらプレッシャーを感じたりとか、うん、こんな感じで。で、え、で、はい、で、で、で、まあ、そういう人に対して、まあ、ちょっと、うん、30、40になってきたときに、それってきっともう治らんもんかなっていうのもあったり、だから言っていても変わらへんのかなって、予定組めなかったりするじゃないですか。そうなん？そう、そこまでひどい子がね、たまにいてるんでね。たまにね。へえ。そうそう、2時間待つやとか、最悪こうへんなこともあるとかね。ほうほうほう。で、連絡つかへんとかっていうのも、別にね、その、うん、趣味で釣りに行きました。うん、で、現地集合で、うん、じゃあみんなで会いましょうってなってて、こうへんでも別に構わないんですよ、うん。都合でみんな来られへんっていうのも分かってるから、うんうんうん、ただその時ひどかったのが、連絡がなかったんですよ、ずっと。こっちが電話しても出えへんし、うん、遅れますとか、今日やめときますっていう連絡もなかったんで、うん、そこに対して自分が思うのは、うん、来る途中に事故にあったんちゃうかとか、うん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 、なんかあったんかなって不安になる方が大きいから、連絡はしようよとは言ったけど、うん、別に遅れることや、そこに対しては来へんことも、特に別に何も思わないんですよ。他何か何を言えばいいですか？知らん。知らん。そう、だからそこの部分の話をしたときに、うん、許容範囲広いなとは言われるんですよ。こうへんでもいいんやとか、うん、あ、別に構わへんで、うん、自分は釣りしてるから相手がこうへんでも一人でしてるしとか、うん、まあ、そういうところも見越して現地集合にしてるしとかね、うん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 、ただこの時間に大手ご飯行こうかって言っててこうへんかったら昼ご飯の時間店閉まってたとかね、うんうんうん、ってなってきたらやっぱり自分だけだったらまだいいけど、うん、第三者が行ってた時にその子にも迷惑かけるからいらんとか、うんうんうん、そういう部分での時間とかっていうのがルーズやと、うん、なんか付き合い方、その子自身の付き合い方が難しい、他の人との付き合い方が難しくなるっていうのもその子にとってマイナスやし、うん、なんか、こう、なんていうかね、改善してあげやなあかんのかなとかも考えるし、うん。マイナスってその子思ってんのかな？きっと思ってたんでしょうね。なんかが、うん、変えてあげんな、大ちゃんが変えてあげんなっていうことを言ってる？いや、損するのはかわいそうかなって思う。別に僕自身、その子との付き合い方で、うん、そのさっき言ったみたいに現地集合にするとかにするから別に困ることはないんですけど、うんうんうん、第三者からのそういう声があるとね、うん、あるんや、あるんですよ、うん、あのやっぱり人付き合い難しくなるよなとかっていうのも聞くんでちょっと、うんうん、かわいそうなのかなって。へえ、うん、かわいそうにしてんのは大ちゃんだけかもよ。え？僕が悪いですか？いやいや、悪いって言ってない。え、あ、その、だって、だってその、うん、うん、まあいいや。うん、第三者からのそういう声があるから、うん、そういう付き合い方、うん、時間にルーズな部分っていうのは、その子にとって、他の人との関係性を
薄めていくっていうので考えたら、うんうん、マイナスなんかなって思う、うんうん、あいつ誘っても来おへんやんって誘われへんでもかわいそうやなとは思うし、なんかかわいそういっぱい出てくんねんけど、その子かわいそうにしたいの、うん、大ちゃんだけかもしれへんねかもしれないですね。僕の価値観ってその子を見ているだけかもしれないですね、うん、じゃあほっときますほっとくの、ほっとける、ほっとけるの、そう、ほっとけないですね、あなたにほっとけるの、 ね、そう、ほっとかれへんね、うん、だからじゃあどうする、じゃあどうする、うん、僕は直接は言ってないけど、やっぱり周りの子はそれを言ってるから、うん、言った上で変わってないものを変えるのはちょっと難しいのかなっていうのもあったりね、うん、うん、あったりね、何よ、続きあるやろ。いやでも、うん、変わってほしいなって、変えていった方が人付き合いうまくいくのになっていうのは客観的にやっぱり思うから、うんうん、変えたい、変えてあげたいって思うかな。思うくせに直接言ってあげないのは優しさなの？もうみんな言ってるのを聞いてるから直接言わないですね。なるほどね。うん、で、変えてあげたいなという気持ちは変わらないですけどね。え、でも直接手を下さへんのやろ。そう、なんかね、そこが難しいところなんですよね。ずるいかもしれないですよ。ずるいかもしれんけど、うんうん、なんていうんですかね、直接自分に被害がないから言わへんのかな。だから余計ずるいかな。間違えた。はい。間違えた。ええとこで間違えた。うん、まあええわ。せっかく使ったのに、ね、はい、せっかく使ったのに。うん。うかつく。はい。ほんでどうすんの？どうしたい？どうしたい？僕の関わる部分では一応時間通りに来るからね。じゃあいいんじゃん。じゃあ僕は問題ないんかな。もう関わらん方がいいかな。変えてくださいよって言われたら考えたらどうですか？って勝手にアドバイスしちゃった。提案しちゃった。確かにね。変えたいって思ってるならあれなんですけどね。うん、で第三者に大ちゃんあいつ変えてくださいよって言われたら考えたらどうでしょう。そやね、言われたらね、僕には多分みんなあんまり言ってこないんでね。せやな、そう、知らんけど知らんけどね、出ましたね、知らんけど、うん、知らんけど、うん、はい、今ね12分ぐらいなんでそろそろまとめの方に入っていこうと思うんですけど、今まで喋ってきた中で、はい、気づいたこととか今考えていることとかあったら教えてください。そうですね、やっぱりその変えたいのかどうか、変えてあげたいのかどうかっていうところに関しては、自分とその相手の子との関係性もあったりとかっていうのは多分でかいと思うんですよ、うんうん、で自分自身がそれに対して、困ってるとか、この子のためには変わらなあかんって思うことに関しては変えていかなあかんと思うんですよ。うん、うん。でもね、なんかその子が今までその時間にルーズな人生を送ってきた中で、特に不便することなく周りの友達もそれに対して理解してうまいことできているんであれば、そこに関しては何も助言とかもいらんのかなというふうには思います。なるほど。うん。理解されてる人かどうかですよね。うんうん。うんうん。で？で、うん、変わらなあかん、第三者の声をその子に伝えるのも自分の役割なんかなっていうのは感じました。へえ。へえって何ですか？はい、いや、私が感じたことを伝え返してもいいですか？
はい。大ちゃん、勝手に役割とるの好きよね。勝手に役割。うん。やってあげなきゃ。誰かが困ってたらやってあげなきゃ。変えてあげなきゃ。ああ、っていうとこはあるかもしれないですね。なんか、変に気づいてしまうから。うん。そう。仕事柄かもしれんけど、いろんなところに変なとこ気ぃつくから、気になるのもあります。それさ、うん、いらんのちゃ。いらんすかね。もう周り見やんほうがいいんすかね。それでやってみたら。もうあえて気にしないっていう方ね。あかんかん、なんか、知らんけどとか言っちゃったけど、知らんけど。うん、でも、わかります。なんか、細かいところとか見すぎて、人のいらんところ見つけたりとかもあるし、うん。うん、なんか、そこまで深く考えやんでいいんやろうなっていうところに目がいったりとか、うん。うんうん。なんか、そういう変な、仕事で見やなあかんところとそうじゃないプライベートの部分もこうごっちゃになって人のこと見すぎているところはあるかもしれないですね。はい、一言言うていいですか。はい、そういうとこやぞ。はい。ということで今日は、はい、え、分からへん、今日は終わっていきたいと思います。はい、はい、分かりました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。変な汗かいた、ね、ではですね、審査員上がってこれますかね。じゃあここから最後ハードロッカーレイさんでお、ね、ハードロッカーハードロッカー、はい、ローランドローランドレイさんです。ローランドレイさんで呼んでください。はい、ではですね、早速今の15分のセッションを振り返っていきたいと思います。ですね、じゃあ矢沖さん、はい、今の15分のセッションを見ていかがだったでしょうか。はい、まず、すみません、やっぱりローランドに、まずお詫びします。ごめんなさい、全然違う。いや、そんなわけはない。違った、違った、勘違いされるほど似てるはずだ。失礼いたしました、ローランド様。はい。じゃあ、あいちゃん、大ちゃん、お疲れ様でした。とっても面白い掛け合いのコーチング見させていただきました。もう大体実務漫才で、もうどんな展開になるのかワクワクしながら聞いていました。どこまでが素なのか、愛ちゃんのどこまでが演技なのかっていうのをちょっとね、知りたいな。本当は愛ちゃんね、めっちゃ優しい人なんじゃないかな。それを、まあ、ぶっきらぼうな大阪のおばちゃん演じて今されてるのかな。だとしたらすごいな、愛ちゃんチャレンジやなって思っていました。で、そうですね、なんか本当2021年の C1 私全部見たんですけれども、そこと比べて本当出場者全員なんかすごく骨太なコーチングだと思っています。なんかこう一つ一つのセッションがなんていうのかな、安心して聞いていられるという、なんかそんな感覚でしょうか。で、そんな中で、そうですね、より良くするためにお伝えしたいところはこんなところです。まず最初の今日扱うテーマの決め方です。頭にあるもの、ちょうだい、もっとちょうだいっておっしゃった後に、まあ、ここからさらにどこのテーマ絞っていくかっていうところで、なんかね、ルーズのところにどんどんこう話が入っていた。で、それルーズを決めたのはあれ大ちゃんだったのかな。なんか愛ちゃんがそのルーズっていう言葉を自分で掴んで、そこから広がっていったように私には感じたんです。で、果たして大ちゃんはそこを喋りたかったのかどうかっていうのを最初に、確認できたらよかったなって思います。ちょっとね、愛ちゃんの掴みが早すぎたかなって思いました。で、あと最後後半の方で、それでどうするの、どうしたいのっていう、大ちゃんどうしたいのかっていうのをこう聞きに行く、割とこう、なんていうのかな、こう踏み込む質問をされたと思います。で、ここがですね、私だったらどうなったらいいの、この一件は一体どうなったらいいのっていう聞き方だったら、ね、より大ちゃん考えやすかったんじゃないのかなって思いました。まだ大ちゃんの中では、私はどうしたい、どうするまではいけていない段階だったんじゃないかな。なので、この出来事がどうなったらいいのかって聞くことで、もう少し客観的に大ちゃんがこの一件に対して、
離れたところから考えることができたのかなと思いました。まあ、技術的な話で。でも本当に全体面白かったし、あの、このカラーのコーチングいいなって思いました。もうどんどん深めていっていただきたい。あの、広げていっていただきたいと思いました。愛ちゃん、大ちゃん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。続きまして、友松恵子さん、お願いします。はい。愛ちゃん、大ちゃん、お疲れ様でした。愛ちゃん、大ちゃんっていうだけでも面白いね。コンビ名。コンビ結成。コンビ結成。はい。で、なんかね、ちょっともったいない感じがすごいしてて、大ちゃんこれガチで行くぜっていうモードで来てくれてるやつを愛ちゃんがなんか若干払いのけてる感じがしてですねなんかあのそのまま受け止めてあげてそのままやっても愛ちゃんのキャラと芸術性やったら面白くなったやろっていうところがあったんだけど、なんかそこがこうちょっとちぐはぐしてしまったので、なんかここが何を行われている場なのかがあんまりよく分かんないまま終わってしまったなっていうところが、あのちょっと残念だったなっていうところでしたね。で、まあ、あの最後はあの愛ちゃんお母さんの一括コーチングみたいな感じになったので、まあ、ちょっと締めとしては面白かったんですけど、愛ちゃんやったらもうちょっと別の作り方できるかなみたいな期待値が高かったので、あの、もうちょっと別のタイミングでそれ見せてほしいなと思ってます。はい、以上です。はい、ありがとうございます。続きまして、汗潤さん、いかがでしょうか。はい。審査が難しいんですけどなんか僕の中で測定不能みたいな感じなんですけどね測定してください。聞きますけどね、聞きますけど、で、まあ、ちょっと僕愛ちゃんね、ほんと ほぼ初対面なんで普段のなんかキャラが分かってないんですけど、まあ、明らかに作ってるんだろうなっていうのはまあ感じ取ってまして、で、まあ、その挑戦に まずなんかこう大きな拍手だなっていう感じがあります。で、なんかこうキャラとかね、役割みたいなものって、多分コーチングと相性がいいものと悪いものきっとあるんだろうな、みたいなことを、なんかこう見させてもらって、僕がこう学ばせてもらった感じがあって、例えばその、居酒屋のね、店員、居酒屋のお話だったんで、居酒屋の店員とお客さんってそういうふうに決めるとかは、多分割となんかこう、コーチングが機能しやすい役割分担だったりすると思うんですね。で、今回はこう大阪のおばちゃんっていう役割をこう愛ちゃんが取っていったじゃないですか。で、そこはまあテーマと関わりなく、なんとなく愛ちゃんのこう今まであるものから多分出してきたんだとは思うんですけれども、そこがなんか、もしかしたら場の即興性でなんか役割を作っていくみたいなことがあると、機能しやすくなる可能性があるのかなと思ってまして。で、仮に大阪のおばちゃんで行ったときに、一見大阪のおばちゃんの要素ってコーチングと真逆の要素をたくさん持ってるなっていうのをなんかこう感じさせてもらったんですよね。それは他の町内知らんみたいなこと。で、それとコーチング的なものをどう融合させるかみたいな、そこを融合できないと多分、機能しないんだと思うんですね。でもなんかそのなんだろうな、知らんの中に愛情があるとか、なんだろうな、ここでは知らんとは言ってはいけないところだとかっていう、そのなんかね、手応えみたいなものがつかめてくると化ける可能性があるのかなみたいな、ここで言うではいい手だなみたいなとか、なんかそういうのがなんかこうある感じをなんかこうまあ感じさせてもらって、なんかその辺が個人的にはすごい学びになったなっていう感じでございました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、では4人目、審査委員長、林健太郎さん、いかがだったでしょうか。はい。もう中本浩二から掴んでくれてありがとうみたいな。まあ、痛快でしたわ。あ、こういうの見たかった。以上です。みたいな。それじゃあれだよね。あのさ、とにかく、あの、関わりが早くて短い。で、他のちょうだい。せやね。へ、で、知らんだよね。ほとんどね。これ、最高だなと思って、コーチングの本質ってここにあると私は思ってて、基本コーチって意地悪いんだよ。うん。あなたの時間だから、あなたが決めて話せばいいでしょ。知らないわっていうのがコーチの本来の関わりだから、それを言語で使いながら、非言語を逆に貼るっていうのが、コーチングの本来の姿だと私は思っているんで、そういう意味では、こうスキルレベルむちゃ高いと思ってて、で、こまごま見ていくとしたら、ルーズっていうのを遅れるっていうことを言っているとかいう確認を入れるとか、そういうコーチングのテクニカルの要素は知っ
ているっていう前提でやってることは細々したとこ見るとわかる。だけど、それをこういう場だから全部逆張りにしてるっていうのがすげえチャレンジだなと思って、痛快でした。で、それでわからなく、で、お客さんが困っても伝わすけないっていうところをとにかく徹底してたので、そこのブレがないところが、すごく良かったなと思って、それがこう、クライアントさんにも、こう見てる人にも、展開が読めない面白さっていうのを生んだんじゃないかなっていうふうに思うね。これどうなっていくんだろう、この言葉が発出された後は何が起きるんだろうっていうような、こう好奇心っていうのを沸かすようなコーチングだったんじゃないのかなと思って、エンタメ性高いなと思って見てました。ありがとうございます。はい、ではですね、ウェビナーチャットの方をちょっと見ていきたいと思うんですけども、はい、中本浩二とスケルトン、はい、関西弁面白いな、ツンデレコーチ、デレが出てくるのかなとか、はい、今後は読めないっていう今の林さんのコメントの通り、誰もなかなか次の展開がどうなるかって分かんない、そんなハラハラした展開だったかと思います。はい、ではですね、クライアントの樋口大輔さんにとっては今の15分、どんな時間だったでしょうか。お願いします。久しぶりに母親に言われた言葉を思い出してて、昔小学生ぐらいの時、もう20年30年ぐらい前に同じことを母親に言われたんですよ。その何ていうんですか、人の嫌なところを見るなとか。で、それを忘れて一時生活してたはずやのに、ここ最近そういうことがやっぱりちょっと気になってんのかなっていうふうに感じました。だからおかんと喋ってた気分なんですかね。なるほど、そんな体験だったんですね。はい、はい、ありがとうございます。そうですね、コーチの愛ちゃんにとって今の15分はどんな時間だったでしょうか。うん、はい、大輔のおかんです。いや、なんかいろんなことをしてみて、こうやったらどうなるんかなっていうのをすごいチャレンジしていた15分でした。変な汗かきました。ありがとうございます。ありがとうございます。15分の中にもさまざまなチャレンジが愛ちゃんの中にあったんですね。はい。はい、ありがとうございます。ではですね、愛ちゃん、最後にですね、この番組、この番組がですね、プロフェッショナルの番組の最後でエンディングの場面だとしたら、最後一言なんかかっこいいセリフを言って終わってください。すがし顔が流れてます。ああ、じゃあ。あらららららら。日本一の車椅子コーチはこうやって今日も生きている。ですかね。ありがとうございます。拍手。ではですね、また最後に皆さんで写真を撮りたいと思います。いきますよ。はい。3、2、1。あれ、はい、ありがとうございます。誰かが写真撮ってくれたはずだ。本当に撮れてるんだろうか。撮ってくれて、さっきツイッターに流れてました。あ、そうだ、すごい。この数秒を収めてくれてる運営、素晴らしい。はい、ではですね、改めまして拍手をありがとうございました。ありがとうございました。